はい、こんにちは、ガイアンです。今日はポケモントレッタ00弾の、稼働初日ってことで、ちょっと遊んできました。その成果をちょっとお知らせしたいと思います。最初は、ゲームモードで遊んできました。まず最初に出したのがこれ、はい、テールナーのノーマル。はい、次、ニャスパーのノーマル。はい、3枚目、これがアマルスのスーパーですね。スーパー3枚目。はい、4枚目、はい、ウソッキーのノーマル。はい、5枚目、ピカチュウのノーマル。はい、6枚目、はい、ハリマロンのノーマル。はい、そして、7枚目ニャスパーのスーパーで、700円投入して、次800円目の時になんと、ゼルニアスが出てきました。ゼルニアスが出てきて、多分有効であろうという、鋼と毒ですね。鋼と毒なんですけれども、実はもう手持ちに鋼しかなくてですね、このハッサムのルーキーと、ゲノセフト、この3枚を使って、挑んだんですけれども、半分しかライフを削れず、逃げられてしまいました。そしてその逃げられた時、回に、ゲットしたのが、これですね、ゴルーク。これが、8枚目のゲットノーマルですね。で、もう倒せそうになかったのでですね、雰囲気的にここからですね、クイックモードに切り替えました。クイックモードに切り替えて、の1枚目、トータル9枚目、ピカチュウノーマル、早くもかぶりです。ピカチュウノーマルかぶり。そして、はい、次クイックモード2回目、テールナーのかぶり、またにかみました。はい、そして次は、何ですかね、これは、チゴラスですね。チゴラスのノーマル出ました。そしてまたまた、ピカチュウのノーマルが被る。これ3枚目です。ピカチュウのノーマル3枚目になっちゃいました。この時点で1200円。そして、クイック5回目、トータル1300円を使ったところで、ついに、ジャン!出たー!ゼルネアスが出ました。クイック5回目、トータル1300円目にして、レジェンドゲットです。やりましたー!ということで、ここで、また普通の通常のゲームモードに戻してですね、しばらく遊んできたんですけれども、ここからはですね、まだゲームモードです、普通の。はい。アマルスのノーマル。続いて、これですね。ペロッパフの、スーパー。ここからスーパー続きます。グレッグルのスーパー。そして、ピカチュウのスーパー。スーパー4連チャン、クリームガンのスーパーということで、ここで時間切れだったんですけれども、あともう100円だけということで、1900円目、本日最後のプレイがこれ、じゃん、はい、ゴロンダのハイパーということで、本日のプレイは、ここにて時間切れに終了となりました。ちなみにですね、今回、稼働初段、初日にレジェンドを取ったんですけど も過去なかなかレジェンドを取れずに、フェスサンダも終わりの頃にようやくね、ミュウがゲットでき、過去はその前はですね、レッグーザと、レシアムしか持ってません。こういう状況でございます。ということで、今日の成果は1900円使って、スーパーが1、2、3、4、5、6、スーパーが6枚、そして、ハイパーが1枚、そしてレジェンドが1枚という成果でした。今日は、初日に見て、レジェンドをゲットということでやりましたって感じです。これからはね、マスターも狙っていきたいと思います。それではまたまた、ね、僕をお楽しみください。さよなら。やりました。